ミリアル調査隊は LEDX を探し求めています。これで14回目の探索。さて、伝説の LEDX はあるのでしょうか。今回はカスタムに遊びに来ました。特に目的はないですが、 EMC と戦闘できたらいいなと思います。今手に持っている M4 でなぎ払ってやりますよ。そしたらまずこの M4 の紹介から。 M4 はコルト・ファイヤーアームズ社が開発したアサルトカービンです。使用弾薬は 5.56×45mm ナトーだ。そして今回は M856 を使っていきます。今ミリアルが使っている M4 は道具から奪ったものにサイトとグリップをつけて持ってきたものです。ということはこの M4 は実質タダということになります。まあそんなことはさておき、敵がいそうなところを目指して歩きますか。この辺りは接敵することが多いですが、かすかに足音が聞こえました。この建物の付近にいますね。音を聞いて詰めるタイミングを伺ってみます。逃げそうな感じですね。すかさず追いかけて交戦します。いました。あら、あんまり当たってませんね。でもダメージは入っているはず。このまま一気に詰めてしばきます。この裏か。オッケー、倒せましたね。左手だけの絵師で済んだので、呪術を捨て速攻で漁り、次の敵を探しましょう。Dヘルメット持ってますね。ありがたくいただきます。カバンも交換しておきましょう。では、銃声がする方を目指して移動します。その前に寮にやってきました。ボスとかがいないかと思ってきたのですが、いそうな気配がしません。多分いないので、銃声の方に行きます。おそらくこの辺りにいると思うのですが、少し探してみますか。スナイパースカブに撃たれました。こういう不意打ち本当に心臓に悪い。このゲームホラゲーより心拍数は上がります。おそらく同じ経験をしてる人は多いはず。あれ、目の前の建物もともとドア開いてたっけ。これ中に人いますね。少し外をうろうろして揺さぶってみます。アイテム動きましたね。いました。この建物での戦闘結構難しいんですよね。入り口が2つしかない上、反対に回ろうとすると室内にある車を射程にして敵が逃げ回るので、最後は無理やり詰めるしかありません。グレネードとかで倒せたらいいのですが、とりあえず重い荷物は置いて動きやすくしておきましょう。もうさすがに敵は顔を出してこないかな。裏から逃げられないように回って回路を立ちに行きます。
ブが邪魔をしてきました。それならスカブを利用しましょう。相手が逃げようとすればスカブは撃ってくれるはず。なのでここの入り口で無理やり戦います。なかなか詰めるのが難しいですね。あまり戦いを長引かせると他のプレイヤーが寄ってくるので早めに終わらせたい。戦闘が長すぎて BGM が終わってしまいました。もう覚悟を決めて突っ込みます。OK、 なんとか勝てました。最初からのお金で突っ込めばよかったですね。そしたら避難してないので落ち着いて焦りましょう。この人も X ギル持ってますね。今回のレイドの収穫は大健闘です。そしてこの武器なんですが、正直な感想、道具から奪った M4 の使い心地は普通です。反動制御とかは問題ないのですが、なんか重たい感じがします。それでも無料でこのポテンシャルならいい方だとは思います。みんなも道具から奪ったら売らずに使うのもいいかも。でもミリアルは売ります。今後使うことはおそらくないです。そしたらアサリを得たので帰りましょう。戦闘は少なめでしたが美味しかったですね。せっかくなのでこの後敵から奪った MP5 で遊んでみますか。というわけで遊びに来ました。戦闘のシーンを流しつつ今回の動画は終わりにしたいと思います。ここまで動画を見てくれてありがとう。ミリアルはすごく感謝しています。もしよかったらチャンネル登録と高評価をしてもらえるとミリアルはさらに嬉しいです。いつも通り少し早いですが、ミリアルはお先に失礼します。最後まで映像をお楽しみください。それじゃあバイバイ。My stomach just sunk a meter, I'll be dead.